なんであんたがお兄ちゃんと結婚したわけ？何の取り柄もないクズの中卒のくせに。あやちゃん、失礼ですよ。私たちは仮にも親族なんですから、そこまでひどい言い方しなくてもいいんじゃない？事実だからそのまま言ってるだけだけど、何か問題でも？それとも事実を言われたから悔しいの？そういうことじゃありませんよ。兄嫁の私を見下してるのは分かってるけどね、恩人にやっていこうって思わない？思わないね。クズはうちの家族に必要ないから。私はいい大学出身で、旦那も上場企業に勤めているのよ。それなのにあんたはどうよ。そこは比べることじゃないわよね。頭のいいお兄ちゃんと結婚するなんてふさわしくないわよ。あんたの存在だけは絶対に許せない。許せないと言われても、もう結婚して2年なんだけど。中卒のくせに兄と結婚して専業主婦になろうなんてね、本当に許さないから。いや、あやちゃんも自分は専業主婦でしょ。私は今も働いてるし、またすぐに仕事を始めるわよ。ちょっと休職するってだけで。どうだかね、本当なんだか疑わしいけどね。もちろん働くつもりだよ、仕事好きだし。中卒のあんたにはそれくらいしかできないんだからね。中卒は命が果てるまで働き続けろ。中卒の方全員を見下した最低発言だね。そういう差別的な発言は控えた方がいいと思うけど。バカにバカって言って何が悪いのよ。あ、そうだ、私と旦那の結婚式参加するつもりじゃないでしょうね。え、もちろん参加するよ。今週末だったよね。はぁ、本気？私の結婚式に参加できる立場だと思ってるの？中卒のあんたが？招待状に参加で返信したでしょ？それに招待状には私の名前も併記してあったはずだけど。それは建前でしょ？お兄ちゃんに出すのに一応仮の嫁のあんたの名前も記載しただけ。仮って？そういう社交辞令っていうのがわからないのかな？あんたのことなんて本当は呼んだつもりも全くないから。もちろん来ないでね。どうして？うちの旦那もあやちゃんのことをお祝いしたいと思うんだけど。それは当たり前でしょ。お兄ちゃんはもちろん来てもらうわよ。え？じゃあ私だけ来るなっていうこと？そんなの不自然でしょ。お母さんたちだって来るのに、兄嫁の私だけ参加しないなんて。だって低学歴は家族じゃないから。え？じゃあもしかして私の学歴のせいで私を呼びたくないとか言ってるってわけ？それに専業主婦でお兄ちゃんに迷惑かけてるのも許せないし、私はあんたが嫌いだから家族とは認めない。家族でも友達でもないあんたが私の結婚式に来るのもおかしいでしょ。そういう言い方する？本気で私を除外するつもりなんだね。変な問題起こしたくないし、今回は我慢してくれない？なんで私が自分の結婚式に我慢しなきゃいけないのよ。私は結婚式にあんたの顔なんて見たくないの。それってわがままじゃないかな。わがままですって？私があんたは家族じゃないって言ってんの。中卒のあんたは常識もわかんないの？非常識なのはどっちよ。家族の付き合いもあるんだし、私があやちゃんに直接何かするわけでもないし、ご祝儀払ってちゃんと列席するだけだよ。ご祝儀は銀行振込でお願いします。そこは取るつもりなんだね。他にあんたには用ないわ。こんな非常識で面倒くさい中卒クズ女、親戚じゃない。なんでお兄ちゃんはこんなクズを選んだんだろう。頭が良すぎるとこういう女に引っかかるのかな。さっきから失礼な言動が過ぎるわよ。言葉に気をつけてくださいね。中卒に有名大卒の私が言葉遣い注意されるとか、どんだけ調子に乗ってるのよ。そういう問題じゃないと思うんだけど。間違ってると思ったら言うし、それだけだよ。じゃあ絶対来ないでね。来たら追い返してやるから。旦那からも話してもらうけどさ、あやちゃん、ここは大人になろうよ。もう私たち30超えてるんだからさ。負け犬は尻尾巻いて帰りな。あんたは結婚式なんて似合わないのよ。驚いたよ。まさか結婚式当日に門前払いにして追い返すなんてね。あんたが兄嫁だなんて私は認めてないってわけ。私だけを親族からのけ者にして嬉しい？
そんなことで喜ぶなんて性格が悪いとしか思えないわよ。中卒なんてバカだから家族として認めないのが当然よ。低学歴は家族じゃないんだって何回言えばわかるの。これで縁切ります。さよならバイバイ。縁切るって本気で言ってるの？当たり前だろ。家族ごっこはもう終わり。中卒の分際でまさか自分を親族だと思ってるわけ？結婚式には参加させないし、お前だけ帰れ。じゃあ契約終了するね。え？あなたの旦那さんの会社との取引は終了で、後で通知も出しておくし、旦那さんにも伝えておいて。何言ってんの？旦那の会社との取引終了って何よ。私、あやちゃんの旦那さんの会社の重要取引先の担当なのよ。は？正直に言っちゃうと、あやちゃんの旦那さんは態度が大きくてね、契約もそれほどいい条件ではないし、更新するかどうか検討中だったんだけど、一応義前の旦那だしっていうことで我慢してたのよね。でも縁切るんだもんね。は？え？じゃあもう私もそれに同意です。契約終了ということでよろしくね。旦那さんの会社終わっちゃうかもだけど、じゃあもう結婚式は終わったところだろうけど、披露宴も楽しんでね。いや待って、意味わからん。どういうこと？私の会社が旦那さんの会社の取引先大手だってことだけど。いやそんなわけないでしょ。旦那の会社に影響を与えるくらい大手の取引先って、そんな会社が中卒社員を雇うわけないでしょ。何適当な嘘言って脅かしてきてるのよ。だからそれもあなたの勘違いですって。え？勘違いって何が？私のこと中卒っていつもバカにしてたけど、ちゃんと説明したよね。私が中卒なのは、日本の高校行かずに大検取って海外の大学に進んでいたからだって言ったじゃない。私はそもそも中卒じゃないんですよ。そうなの？そんなこと言ってたっけ？何度か親戚の集まりで言ったはずだけど、あやちゃんはいつもスマホいじってたし、興味ないだろうから知らなかったんじゃない？じゃあ普通に大卒で働いてるってこと？そうだし、思ってる以上に優秀だと思うわよ。私は若いけど、うちの会社でも役員に抜擢されてるんですよ。はあ？役員？旦那さんだってあなたに言ってたはずでしょ。私と旦那さんは仕事関連のつながりあるって。それは聞いてたけど、でもそんなゆいさんがそんな偉い立場とか言ってなかったわよ。それはあなたの旦那さんが古くて傲慢な考えを持ってるからよ。どういうことよ。自分より若い女性が役員として重役ポジションに入っているのが気に食わないみたいね、あなたの旦那さんは。そういう感情が態度にも出ているし、それで苦手だったのよね。苦手って、人の旦那に何言ってるのよ。そう、義妹の旦那だから今まで我慢してたの。だけどもう我慢しなくていいし、よかったわ。うちの旦那もあなたたち夫婦と縁を切るのに参加してくれてるしね。え？お兄ちゃんが？あなたの大好きなお兄ちゃんはもうあなたとは縁を切るってさ。はあ？私と縁なんて切れないでしょ。私は妹なんだよ。自分の嫁だけを結婚式からあんな失礼な方法で追い返すなんて、今後も関わりたくないって言ってます。それはさすがにないでしょ。後で自分で聞いてみたら？と言っても返信が返ってくるかはわからないけどね。相当激怒してますから。お兄ちゃんがそんなに怒るなんてやばいんだけど。しかも私は中卒でもないのにそれだけでバカにして、2年間も嫌がらせや暴言でストレス感じさせられてたの。極めつけは今日の門前払いだったけど、さすがに今までのことも全部旦那に話したわ。はあ？何余計なことチクってんのよ。それを確認して、私たち夫婦はあなたたちと縁を切るのを決めました。そもそもあやちゃんが親族の集まりに参加していなかったり、話を聞いていなかったから私の事情を勘違いしていただけでしょ。それなのに知ったかぶりで見下してバカにして、30過ぎてるのに子供みたい。恥ずかしくないの？知らなかったんだから仕方ないでしょ。もう旦那さんにちゃんと言ってくれた？うちの会社はそっちの会社と取引をやめるって。経営悪化は免れないだろうけど仕方ないよね。旦那めっちゃ怒ってるし、親もなんかめっちゃ怒ってるんだけど。うちの旦那がお母さんたちには伝えたから、そりゃ怒ってるでしょうね。どうすんのよ、披露宴がこのままじゃ台無しなんだけど。
もしかしてこうなることを知ってて。いや、まさか当日に門前払いされるとは思ってなかったってば。そこまで常識皆無人間だとは思ってなかった。まあ、これでいいきっかけにはなったけどね。きっかけって何よ。縁を切るためのきっかけよ。あなたにとってもいいきっかけなんじゃない？私に？旦那さんを助けるために専業主婦なんて辞めて働きに出たら？いつもいい大学出てるのを自慢してたじゃない。いい大学を出ているのに働かないなんてもったいないんじゃない？ちょっとあんた、バカにしてるでしょ。バカにしてませんよ、正論を言ってるだけ。あ、私が仕事を休むのは妊娠したから産休を取ってるだけ。え、そうなの？最近会ってなかったし、別に報告も聞いてなかったんでしょ。私は専業主婦になるつもりはなかったから、その部分では安心して。あやちゃんももう専業主婦ではいられなさそうだけどね。旦那との会社の取引って辞めるとか本当は冗談だよね。そうだ、今から結婚式来ていいよ。まだこれからだし、今揉めてて披露宴開始伸びてるし。行くわけないだろ。え？中卒って兄嫁をバカにする義前の相手はもうこりごりなんだよ。学歴だけで人を見下すと痛い目に遭うって分かった？今度は常識勉強してから出直してきな。ああ、でも縁切るから出直してくるチャンスはないだろうけどね。結局家族はブチギレで必死でゆいさんに謝り始めたあやさんでしたが、ゆいさんは完全に無視。あやさん夫婦の結婚式は事情を知った親族は帰宅。旦那さんは終始イライラムードで笑顔もなく台無しになってしまったのだそうですよ。その後、あやさんの旦那さんの会社は経営状態が一気に悪化。その責任を取らされて旦那さんは降格されて減給処分に。今までとは打って変わって生活が苦しくなり、専業主婦でダラダラしていたあやさんもしぶしぶ仕事を探すことになったのだそうです。旦那さんには毎日責められて喧嘩が絶えず、離婚も秒読みなんだそうですよ。学歴で人を見下すと自分が痛い目に遭うことを学んだようですが、今後ちゃんと活かせるのかどうかは謎ですよね。ゆいさんは赤ちゃんも生まれて旦那さんと二人で育児に奔走。大変ながらも幸せな毎日を過ごして、あやさんのことなんてすっかり忘れているんだとか。めんどくさい義妹と赤ちゃん誕生前に縁が切れて逆に良かったのかもしれませんね。